この度は YouTube 名古屋城調査研究報告資料が語る名古屋城石垣不審の現場をご視聴いただきありがとうございます。司会を務めさせていただきます名古屋城調査研究センター学芸員の木村慎平と申します。名古屋城調査研究センターは名古屋城の歴史や文化財を調査研究しその成果を広く市民に還元するために設立されました。 今回の企画は、そうした研究成果の還元の一つとして、名古屋城調査研究センターと、熊本大学衛生文庫研究センター様の共催で開催するものです。また、開催にあたり、報告者のお一人でもある、及川渉先生が研究代表者を務める、可見費近正統一政権の成立と、天下武進の展開のご協力をいただいております。 そもそも名古屋城は、慶長14年1609年に、徳川家康が九男義直の居城として築城を決定し、翌年には各地から20もの大名を動員して、堀や石垣の不審を行いました。慶長5年の関ヶ原の戦いに勝利した家康は、名古屋城築城の前後にも、全国の大名を動員して、大規模な城郭不審を行っています。 こうした不信のあり方は、天下不信、あるいは抗議不信などと呼ばれています。名古屋城の石垣不信は、こうした一連の天下不信、抗議不信の中でも大規模なものでしたが、肝心の名古屋城築城不信における現場の実情については、実はこれまであまり明らかにされてきませんでした。例えば、大名たちは不信へいつ動員され、どのように対応したのでしょうか。また、大量の石をどこから切り出し、 どのようにして運んだのでしょうか。そして多くの大名が参加する不審現場で、各大名の担当場所をどうやって決め、どうやって利害を調整して、不審を成功させたんでしょうか。今回の研究報告では、こうした疑問のいくつかに、当時の資料に基づいて答えるため、基調講演と3つの研究報告を用意しました。基調講演では、名古屋城調査研究センター所長の 服部秀夫が、名古屋城築城不振の経過についてですね、資料に基づいて見直します。研究報告1では、東京大学資料編纂所の及川渡氏が、石垣不振における各大名の担当場所を描いた名古屋お城石垣映像を素材にして、そこから読み取れる大名同士の関係や担当場所の決定過程などについてお話しします。研究報告2では、 当センター学芸員の堀内が名古屋城府審における縁前給付の在り方についてこれまであまり注目されてこなかった縁ち米の受け取り場に着目して検討します。そして研究報告3では熊本大学衛生文庫研究センターの後藤典子氏が府審に参加した大名の一人である細川忠興とその息子忠敏を取り上げ大名が名古屋城府審にどのように対応したのかを 具体例に即してお話しします。これらの報告はいずれも資料に基づいて不審現場の実情を探るものであるとともに、名古屋城不審に関する新しい資料を紹介するものでもあります。報告を踏まえて、熊本大学衛生文庫研究センター長の稲葉嗣治氏にコメントをいただき、各報告者によるディスカッションを行います。これらの報告を通して、 名古屋城府審の生々しい現場を少しでも想像していただければ幸いですでは早速服部秀夫の基調講演をご覧ください皆様こんにちは名古屋城調査研究センターの服部と申します 私どものあのセンターができて3年が経過しました今回初めて外部の先生方大学の先生方を招きしてシンポジウムを開催いたしますこれまで3年間のま研究の蓄積この一端をご披露していきたいと思っております名古屋城に来られた方がよく質問されることはこのすごいお城を 一体何人の人が働いて何年かかって費用はどれぐらいかかったんでしょうか誰が払ったんでしょうかということをまあよく聞かれますガイドさんたちがどういうふうに答えておられるか私はよく知らないんですけどあの私も最初に来た時はちょっと答えられなかったことが多かったかと思いますがまあ今日のご報告のようにある程度そういったご質問に答えられる 確かなまあ根拠が蓄積されつつありますあの誰が払ったんですかという質問に対してもしかしたらあの現在多くの人8割9割の人は徳川幕府は一銭も払っていないよとやってきたお手伝いに来た大名たちがみんな払ったなぜかというと外様大名の力を削ぐために 名古屋城は築いてるんだからという答えがもしかしたらあの出されたかもしれないんですけど、えー、それは本当だろうかとやっぱり徳川幕府300年万弱体制を築いたということはその一定の調和の中に作られ行われているわけです。今日のあの報告の中で学が紹介する資料などは まあそれととはは違う様相を示していいいるのではないかと思います名古屋城に関しては、えーまあ、率直に感じますと言いますと、まあ、実像と虚像というものがあの織り交じっていると名古屋城に関心を持つ人は非常に多かったので、まあ、江戸時代からいろんなことが言われていてその中で最、まあ、も,もらしい 見解というものが次第に定説になっていったわけですけど、それをその学問的な手続きで検証した場合にどうなるのかと、そういったことをこのシンポジウムで議論していけたらなと思っております。で名古屋城といえば、抗議不審お手伝い不審助役不審の全国の大名がですね、徳川の命令のもとにやってきて、築いた城の代表ですので、 最初にあの抗議不信についてまず確認しておきたいことをと思います。続いて名古屋城の不信、慶長14年、15年のそれぞれの月ごとにこういうことがあったということを確認してその中でどうやってお城が築かれたかを検討していきたいというふうに考えております。その資料をご覧ください。その1抗議不信でありますが まず用語を確認しますと「まあ、サイニー」というあの論文の目録があるわけですがそれを見ますと「天、え、下、ー、不信」「抗議不信」「お手伝い不信」「助役不信」といったものがあるわけですが、えーまあ、それぞれ同じものを意味しているはずなんですけど「天下不信」「抗議不信」「お手伝い不信」まあ、それぞれある程度均等に論文が書かれております。 東大資料編纂所、及川先生の勤務されている、そこでデータベースが公開されておりますが、そこで用語を確認すると、まあ、意外なことにあの皆さんはよく使う点火不信という言葉は、資料上はあまり使われておりません。抗議不信、抗議語不信というのは比較的あります。国役不信というのもありますが、 お手伝い不信となると意外に数が少ない。お手伝いという数言葉はよく出てきます。それから、助役不信という言葉も、あるいは助役ご不信という言葉もな,くないんですね。ただ、助役という言葉は非常に数がたくさん出てまいります。まあ、当時の用語で言うと、えー、例えばお手伝い不信、助役、まあ、役自体がその仕事という意味なので、 まあ、不信という言葉が続けてくるという例は少ないのかなと思いますただその史跡集乱というあの書物がございますがこれによると、まあ、天下不信という言葉が出てまいりましたえ天下不信の場合乗り物押し押さえという言葉がありますので、まあ、私たちが使っているあの大名があの集まって仕事をしたという意味でというよりも まあ天下一の城の不審の場にまあ乗り物を押さえ置いたというのは非常識な行為をしたというような意味で使われているので少しニュアンスが違うかもしれません。まあ、そういった作業はあの辞典についてもあのやってみましたがやはり「天下不審」という言葉はあの笹山城名古屋城の説明で出てくるだけで、えー、辞書の中でも意外に出てまいりません。 これは資料のあり方を反映していると思います。えー、国史大辞典も、えぇ、ー、不信助役とも逆転の言葉が出てくるんだけど、助役を不可とかそういった言葉が出てくるんだけど、あの、助役不信って我々はよく使っている言葉は意外に出てこないです。続きまして、えー、この抗議不信で幕府は いかほどその負担をしたんだろうかということ先,、まあ、先ほど申し上げたことと関係ありますけど、えー、それから各藩の中でそ,のそれぞれの侍はその好意不審の場合に出るときどれぐらい自分で費用を負担したのかなということはわかるかどうかということです、えー、門井義信さんの「家康江戸を建てる」という本を読みますと徳川家は、えー、美田一門もお金を出さないとこれが好意不審だというふうに書いてありますので これが現在の常識ではないかと思うんですがよく読むと資料を読むと例えばあの慶長11年の江戸城不審の場合にお手伝い覚書という資料によりますと浅野家の場合は船数385艘を差し出すようにと言われてそれに対して講義より金数192枚5両と。 これをまあ、慶長9年ですから、あ,あらかじめその渡していると、配慮ということなので、まあ、400艘近い船で、えー、金子が200枚だと、2艘で1枚なので、まあ、まあ、金、5万1枚いくらか、まあ、議論があると思う、例えば仮に15万とすると、ちょっとお金としては少ないので、 えもしかしたらこれは支度金であって、後ほど払ったということも考えなきゃいけないかもしれないけど、えー、とにかく配慮金というのが出てはおります。不自前については、これはあの妊婦薬について、えー、と詳細は堀内さんがお話しされますけど、一定程度のお金を生産して払、幕府が払っております。幕内市は終わり半ですね。 そうすると、国高相当の分については分かりませんけど、まあ、それをオーバーするようなものについては、配慮金とか、不米を払うことがあったのかなというふうにも思います。お城を築くときに、あの、幕府が非常に、あの、大金を用していることは間違いなくって、えー、まあ、これはいろんな可能性が考えられますけど、えー、慶長12年の駿府城のときには、えー、京都からですね、 1回目は150だ2回目は550だ1台に,には馬1匹の両側に荷物小判が入っていて金600枚という金なのでやはりこれは莫大なお金が準備されていたというふうには考えることができます。 それから資料にはあの、負という妊婦の負ですね、えー、よく出てくるんですけど、五百0千戦国府といった書、まあ、領五百国について一人,人、あるいは千国について一人、あるいは二人とか三人のこともありますけど、まあ、国高に応じて負があの提供せよというふうに言われるわけです。えー、例えば、あのー 駿府築城の場合にはですね、500石に地方につき、一人当て妊婦を付加するというふうに出てまいります。大体、封王はあの堀を掘ったりすることが多くて、駿府城では戦国府で堀を掘っております、えー。名古屋城の場合、下の方に書きましたけど、この戦国府によってお堀川を掘っております。白のちょっと中段に行きますが、 えー、慶長15年ですね、えー、これはあの熊本県の松井文庫にある資料ですけど「えー、美州名古屋二番丁場の」の屋内朝木よしというふうに書いてあります、えー、2番丁場とあるので、えー、どうも一番丁場が名古屋城本体で二番丁場が堀川だったのではないかと思いますがまあ「屋内入り」は堀川のことだと思いますけど、えー、これが浅いんじゃないかと大吸出されて 前角掘り騒動集と、前からずっと掘ってきたんだけど、残らず人数、戦国府にて差し上げと、掘り立て申すべく騒動ということで、慶長15年の4月の段階で、掘りを掘っていたんだけど、浅いじゃないかということで、再度掘り直したということが書いてあります。あの、掘り川についても、あの、説が非常に多くって、これまで慶長16年に掘られたという説が定説だったんですけど、 慶長16年ですともうお城の石垣はできちゃっているんで、そんなに遅くなって堀川を掘っても、まあ、その後の町の発展には寄与するけど、築城には貢献しないのでおかしいと。今回この資料を確認することによって、慶長15年の4月には一定程度も掘られていたということがわかりますが、まあ、先ほどから言っているように、この府の役割と、それから動員される侍の役割、まあ、どう区別するかということが、 えちょっとよよくわからないようないう気がしております併せて下に書いた資料はい今の文脈でいうとまあ堀に関連してなんですけど、えー、これはあのよって来年ご不審の去年丹波ご不審塚祭り宗楼周太楼去年丹波の篠山を築城したのは慶長十四年ですから来年というのは慶長十六年のことですけど。 この連中に名古屋の三の丸の掘りを掘らせようという命令が出ているということがわかりますですから笹山で不審役に当たった人たちは慶長14年それから名古屋城で15年それから次の年は名古屋の三の丸を掘らせようとしてたけど結果的に言いますと名古屋城は掘らずに江戸屋内入り江戸晩遠浅の海を掘ら 埋めてですね、そこに港を作る、そして町屋を作る、江戸の町づくりに動員しようという資料が残っております。続きまして、あそれから、あの、侍の対する賃金というか、あの、対価ですね。えー、っと、毛利家の場合の資料ですと、あの、全これは笹山の事例ですけど、 前年に江戸の駿河役も務めたかどうかで待遇が違っていると、えー、前,の前も務めた人たち、えー、じゃなくえ前に務めた人と今回のみの人と差がありまして増し人数規定の人間より多くを連れて行った人あるいは馬のハミですから馬のまあ餌ですね。 馬の餌代なんかは払わないぞというまあ細かい規定があるので餌にもやっっぱり必要経費はあの払っていいたんじゃないかというふううに考えますあのうちのセンターのまあ原さんなんかからお聞きしますと参勤、まあ、交代の場合もですねあの必要経費旅費とか江戸の滞在費を払ったかどうかということが問題になるようなんですけどあ,のある班は払っている。 ある藩は払わなかったので問題になったというふうに書いてあるのでやっぱり払うのは原則だったのかなというふうにも思っております。え続きまして抗議不信であのもう私はちょっと、えーまあ、疑問に思った点ですが、ですが軍役のあり方としてこれがあのかかっていくわけですけどやはりそれは徳川関ヶ原以降は徳川に一元化されているのではないかと私は思っていたんですけど そうではないという議論もあって、あるようです。やっぱり徳川朝廷のピラミッドで、助役を命令できるのは徳川だけだったのではないかというふうに思っております。慶長九年土城不審には片桐勝元が参加しておりまして、片桐勝元っていうのは、秀頼の家臣なので、常識的に言うと、ま、直接、あの、命令は出しにくいんではないかというふうに考えやすいんですけど、 慶長十二年には、えーえー、ごめんなさい、えー。この下の方に資料に書いておきましたが、あの、片桐勝本というのは、あの三角印の下の方ですけど、まあ、二重の四重性だと考えられまして、慶長六年に、えー、イエスから一万八千石の仮像を受けているわけです。仮、ま、像、あ、を受けているということは家臣だというふうに思います。えー、っと、 後になって片桐勝元は豊臣秀頼からも仮蔵されるんですけどその時は幕府に遠慮して徳川家にあの伺いを立ててるんですねもらっていいかいいんじゃないかということで初めてあの秀頼から仮蔵を受けるということで、まあ、二重の中世、まあ、これは鎌倉時代でも朝廷に仕えたり摂関家に仕えたり御家人であったり、まあ、いろいろあの複数の あの主人を持つことはよくあるんですけどそれと同じなので片桐が江戸城の淵に加わったということは私は特段に不思議には思わないんですれか慶長十二年には駿府城豊臣領分に500石の負荷がかかっております、まあ、これは東大記という資料に書かれているんですけどこれもやっぱりあの豊臣はどうしたかっていう対応は結果はわからないんですけど、まあ、そういう命令が出ている以上はやっぱり 徳川頂点のピラミッドに入っていると考えます逆の例として慶長13年に秀頼は東山大仏殿あのいわゆる宝光寺ですけどこれを建てるときにその徳川家は兵糧を出し諸大名はあの金銀を出しているわけですね。であの、まあ、これはあの軍役じゃないので助役に当たるかどうかかるとはちょっと考えられないんだけど 「大日本史料」という史料集を見ると「当中」に「助役」というふうに書いているので「助役」と解釈する人もいたのかなとそれからあのそこに淀殿ですね茶々が、えー、関東より恩合力もなしと言って怒ったというふうに書いてあるので、えー、茶々淀殿はこれは助役であって全国大名は協力すべきだというふうに考えていたんじゃないかと思うんですけど まあこれはちょっと次元が違うだろうと思います。え、慶長9年に豊臣秀頼は、あの、大阪城に戦場式電車を作っておりますが、これに対して初代名に、あの、協力するように呼びかけたという資料は残っておりません。え、慶長16年には、金利不振、代理不振というのを、幕府が行って、自分たちが金利戦闘不振奉行をあの出してる、自分たちでやってる仕事をしているわけで、これには、 豊臣大名も参加しておりますが同じことではないいかと思いますなおその抗議不信に豊臣家の人間が奉行人として加わっているということを論点にされているまあ白峰先生なんかおられるんですが私が確認したところその資料は、えー、お手伝い覚書という資料で「長野球文」 方向というあの江戸時代に幕府が編纂資料に入っているんですけどそれを見る限りその根拠とされている水原布也谷という2名の名前はありませんでしたその資料にはなかったですただあの別の毛利家の船預かり奉行というものを動員するときにその不審奉行に加わってこの2名が入っているので入っておりましたえ水原伏也っていうのは 片桐と常に行動を共にしている人間で、えー、泉の国の国映像を作ったり小豆島豊臣寮の小豆島の検知をやったりする人間で、まあ、測量とかそういう技術にたけた人で、えー、何か特殊そういう仕事があるときには、まあ、あのいろいろ加わって仕事をするけど、えー、徳川にとっては陪審になるわけですよね片桐の家臣だから。 そういう人間を江戸城の普請奉行にしたのかなという点で、資料の扱いでちょっと疑問があるかなと思っております。まあ、ついでに言うと、まあ、笠西さんの二重公議論というのがあって、一方にはまあ今谷明さんの関ヶ原以降豊臣は一大名になったという議論もあるんですが、やっぱり関ヶ原以降大阪の陣まで 徳川政権は300年盤石の基礎を作っていくし大阪城は非常に子どもが城主でそれは成人した途端にまあ攻め滅ぼされるわけなのでそういったあの歴史の流れとして正反対な動きをするものを同じように政治構造の枠組みとして見るのは私は違和感があるしちょっとあの中世私は忠誠史ですけど、えー、検問体制論というのがありましてやっぱり 力が強くなっていく武士と一方公家というものを対等に見る議論がそれを言うと同じようなちょっと違和感を持ったということを自分の感想として申し上げておきます。では続きまして名古屋城の不信に入りたいと思います。名古屋城は抗議不信ということで結果的に西国衆プラスキ伊加賀の大名が 動員されるわけですつまり西国というと、えー、日本66州のうちの3分の1の大名がこの府信に参加するわけですね。しかしあの通説でいきますと、えー、当初、えー、徳川幕府はこの城を築くのに篠、えー、山軍はあのい入れないと、えー、九州勢プラス、えー、と前田のみでやるという。 あの段取りをしてていいたととうことになっていますそうすると当初500万石以上での力でのってですねその労働力で築こうとしていたものが290万石ですから55%それだけの力で築こうとしていたことになりますが笹山城は19ヘクタールです名古屋城は本丸二の丸で36ヘクタールすで、まあ、に倍近くありますし 三の丸を入れると98ヘクタール。当然に笹山組を除外した場合には、不審ができないことは、まあ、徳川幕府は初めから分かっていたんじゃないかと思うんですね。どうして、あの、えー、と当初、笹山組を除外することになっていたのか、そこで資料を再点検いたしましたら、 これまで、慶長15年、ウルー2月、にわかに命じられた、非常に迷惑だと言っているのは、実は資料的にはそうではないだろうということを、私は考えております。つまり、慶長14年当初から500万石体制を想定していて、何らかの事情で、一旦はそれが、ぽしゃっていたんじゃないかということですね。えー、次の二重丸の1に移りたいと思います。 これは山之内家の資料でありますが、えー、っと、丸をしました、半、えー、市内編、歴世事実4という資料です。えー、この年、えー、月日は書いてありませんが、えー、この年というのは、明年終わり終築のとありますので、えー、慶長14年ですね。えー、ご内視あればと、えー、内々には指示があったので、 え、恩助役予備として、川田聖衛門、馬場彦兵衛をして、清須にゆかしむというふうにあります。川田聖衛門、馬場彦兵衛というのは、えー、その、山内家のその資料によりますと、家門大組、家門というのは山内家の家老で豊成という人物ですけど、この千百国ということで、川田聖衛門くし、それから、 え、ビンゴ大組ということで、800国、え、ババ飛行ベとあります。え、カモンビンゴっていうのは、この、抗議不信の時に、いつも、あの、ハンかの手紙を受けるのは、この二人連名で受けておりますので、そういうことを担当していたカローだと思いますが、え、それが、あの、ご内視やって、助役の予備、予備役ということで、え、清須に行って、いろいろ情報を集めていると。すでにこの段階で、山内は、あの、四国州ですから、笹山で、 助役をししててるわけですすねこういう節に参加しておりますそれで、笹山城は10月に工事が終わりまして、諸国大名は恩帰国なりと、5日に帰国、12日に新しい城主の応の神殿が笹山新城へおましたということで、工事は完成しているんですけど、11月になりまして、次のような資料があります。 笹山牧真、父、父につきて、牧真奉行集、御前、午前は家康だと思いますが、足く候よし、申し遭ろだ駿府、その後文字が書けておりて分かりませんけど、おられ候と。当然、11月なので、挨拶をして帰,帰ることはできるんだけど、未だ駿府にいるぞと。また、荒野へ参られ候よしも申し遭ということで、荒野に行ったということは、私なんかは、 あのこれは、まあ、高野山に行ったということで「もうお前は出家だと」と切腹するか出「出家しろ」と言われたという意味だというふうに解釈します。えー、っと「不信奉行はひどく叱られていたわけですね。各、えー、のごとき定にそらえば来年また僧侶やこんな状態で来年の不信つまり名古屋城の不信はあるだろうか。極心を遅れ僧侶う我々心情相果て申しそろうに極まり僧侶 え何々その地にありそうろううちに申しつくべくと存じそうろう間も失念つかまる、えー、自分たちも非常に心情を相反するともうあの財政逼迫で困ってしまうとお前はそっちにいる間によく話をするようにって言ってたんだけどえきちんと伝えるのを忘れるえ来年のご不信は恩隠れそうろうよし申しそうろうとありますのでえおそらく来年の不信はもうなくなるぞというふうに 藩主の安友、安藤がその担当の家老に伝えているわけです。こういうことがあったので、あったけれども、これは中国四国組の話なので、九州組については、着々と準備が進んでおりまして、細川家の資料を読みますと、1月、名古屋ご不の儀、月明け、来たる2日3日の頃、まかり立つ覚悟に候ろうということで、細川家は、 2月の初めに出発いたします。一方、山の内家ではどうなっているかといいますと、2月11日に本田正信が山之内でストーリーに宛てた手紙がございまして、これはあの裏,裏側にあの資料もつけておきましたので、あの写真もご覧ください。えっと。 えしかれば四国州当年ご不審の儀はえ、去年丹波のご不審なされ候につきてご斜面の群れに候楼とえ。去年丹波を不審をやったので五斜面言う、今年はあの、なしであるとえ。最も相変わるご不審御座候楼はえ、受け取られるべきのよし、示し預かりの通り、広をつかまついとこと。お前たちが変わ、自分たちができないなら変わる不審がありましたら、 私でもやりますよということをあなた方は言っているので、えー、殿様にイエス・ヒデタに披露したところ、えー、5年を入れられるの段、えー、6秒お申しめさたお前たちほんそこまで考えてくれるのかありがとうということで、恩、えー、幸せどもにご座る方来期ということで、まあ今考え直してるぞということが書いてあります。その、それが2月11日の、まあ、 本田正信ですか、幕府の中心中の中心の人物が、まあそう言ってるわけですが、その5日前には、浅野幸長がですね、後藤正三郎三津継宛の書状を書いているわけです。ここは、名古屋、名古屋御不信の儀ということが、あの、まあいろんな項目が書いてあるんだけど、そこに書いてありまして、御紙面並びに潮見に大関かすらる旨、その湯を得そうは三座、これは、あの、池田照正ですね。 はし三左衛門殿と申し断,断じ、何かようとも,何うとも三左衛門殿次第に捕まつるべく揃ま間、あ。とにかく池田輝政の次第ですねと。えお,心お心安く、お心すかるべく間と書いているんで、まあ、三左衛門次第だから安心しなさい、次に書いてありますね。お心安かるべく候と。 えー、おこす、おこす、おせこされ、そうろうぎ、えー、もうつかまつらず、そう,う間えー、少しもごきげなさるまじく、そう、まあ、心配ないよ、えー、そこには、もうとう、たつかまつらずと書いてる、まあ、私は、誰にもこのことは喋りませんから、安心してください、というふうに、まあ、非常に意味慎重な、あの、ニュアンスのことが書いてあります。 えっと、そこでやっぱり、後藤昭三郎という、まあ、これはあの、小判作りなんですけど、駿河に行って、まあ、家康のすぐそばにいて、まあ、こういう人間が突然登場するっていうところは、やっぱり、まあ、我々、歴史をやってる人間としては、まあ、直感的にこれは何かあるなというふうに思うし、お、ま、そ、あ、らく私以外の人も、突然小判作りの人間が出てくるというのは、やっぱり、ここには裏にはいっぱい、 ありそうだなと。だから、他、えー、言し,しないぞと言ってるし、先ほどの本田正信の手紙をですね、い,いかにも学面通り、この額学面通り信じていいのかなというような綺麗事が書いてある。これには絶対何か裏があるというふうに私なんかは勘ぐるわけです、ま。なんせ直感ばっかりしてるのが私の仕事なので。 そして、山下氏覚書というのは、山下氏は、あの富士、山下氏勝でありまして、え、これが、あの、徳川吉永のお母さんである、お亀。それの、お亀は、まあ、あの、家康の側室ですけど、山下の妹が、あの山、山下の奥さんがお亀の妹になる。まあ、し、えっと、義兄弟になるので、まあ、話がしやすいんでしょうね。 えそれでそのなんかいろいろあるんだけど命令はイエスから直接出してほしいんだっていうことを考えてたみたいで名古屋のお城不審を押つけられ、えー、下され総領よりといずれも御望みござ総領みんながそう希望しているよとその節木神殿信濃、えー、山下氏勝ですけどお頼みなされ総領あ名古屋え戸、ー、お城不審の儀につき、えー、初代名衆後不信を押せつけられ えだされそうろうようにと、両御子様いずれも申し上げそうろうと。これには、木の神殿も仰せ上げられるべきに御座候まおらえと。えー、おらえども、不法用の神様、お城のご不信をしたくと、申し上げそうろう義も、なんとやら見方苦しくと書いてありまして、見方というのは、不法用の神が義直ですから、義直は、 えのところにお嫁に行くのが自分の娘の春姫ですよね。自分は吉野の岐阜になりますので、自分が親戚だからやたら持ちかけてるんじゃないかと。だから浅野はまあ自分で名古屋城不審をした,したくしたくたまらないと。でもそれはやっぱり池田晃政は自分の奥さんが徳川家康の娘ですから、 あの、やっぱり親戚数になる。まあ、池田晃正も浅野も、とてもその、九州中だけでやってたらた大変なことになるんで、これみんなで助けなきゃいかんというふうに思っているんだけど、えー、かなりの人間にもすでに、えー、それはないぞというふうに言ってあるんで、まあ、これをもう一度、ネ、え、ジ、ーね、を締め直して、名古屋城がきちんとできるようにするにはどうしたらいいかということをやっぱりいろいろ考えていて、 どういういいいい格好でやっていくのがいいかだからそこに後藤正三郎なんかも出ていく必要があったんだろうと後藤正三郎というのはあの大阪の陣で大野春長が,手紙,が手紙を書いた相手が本田正澄と後藤正三郎ということで本田正澄は幕府のトップ中のトップそれと並んで大名でもない後藤に話を持ちかけているといはやはりすごい力を持って。 ている人間でいろんな難しい局面局面に登場してくる。まあ、影の主役になるんですね。そういう人間が出てきて、名古屋城のまあ、難しい問題が、えー、非常にあの解決に向かっていくと。いうことです。あ、そのこれは名古屋城に関係かどうか。資料的にははっきり言えないわけだけど後藤幸長っていうのはその前の。まああ あ、いや、ごめんなさい。朝、朝の雪縄が、その年末に、自分で、えー、っと、小判、百、えー、両ですね、その、百四十六枚と、鶴岡小判止まる、もう百四十六江戸小判百枚。まあ、これは、あの、不審のお金にしては、まあ、ビビったるものなんだけど、まあ、それを、なんか、開催しているという資料もある。それと連続して、正月二日、六日、九日と、 もう非常に頻繁に後頭から手紙が来ていることはわかるんで、このあたりやっぱりその解決に向けて非常に目のまぐるしい動きがあったんだろうというふうに思います。で、結果として、あの、2月から、2月18日に動員令が出るわけですね。で、まあ、あの、細川なんかは、まあ、こんな急なことでみんなさぞかしにわかに大吸い出されて、 この大変だろう迷惑だろう迷惑っていうのは当時の意味では今の迷惑と違ってまあびっくり仰天って意味もあるらしいんだけどまあこの方が薬まあ我々としてはだいぶ安心したよということを言ってるわけですね。その場合3月13日までに名古屋に集まるようにという命令が出てきます。つまり九州ははすででに1月ににに月月出発ししててのの頭現場到着いるので ここで、この年はウルー2月があるから、2月、ウルー2月、そして3月の頭ということで、2ヶ月近い時間差が中国、四国組と九州組の間にできるので、これなんかが不公平を均等に割り当てるんじゃなくて、不均等に割り当てる一つの時間配分じゃなかったのかなというふうにも考えております。 そして4月になっての動きなんですけどこれであの現在名古屋城の方で展示をしております2点の資料がありますがこれの,あの1点が名古屋城のその不審の段取りを書いた4月18日の覚書というものです。もう1点が 今日井川先生がお話になるあの不審調羽割の資料がありまして、まあ、この資料がいつのものなのかという点がちょっと、まあ、4月の動きとしては問題になるわけで現在名古屋城の方ではこの4月18日は慶長15年のものとしてまあ資料を作っているわけですがそうするとあの4月18日にここ,ここに書いてあるのはのの最終の えー、調和割と違,違うことが書いてありまして、えー、九州組が本丸を作る。で、本丸二の丸は、ね、中国四国組と、えー、九州組全体で、あのー、作りますというふうに書いてあります。だけど、こっちの調和割はそういうこと関係、本丸も両方入り乱れて、二の丸も両方入り乱れて作る。まあ、ちょっと方針が違うわけですね。そして、 あのー、そのその、うん、方,方針が違いますその前提にちょっと次のページに書いてしまいましたけどあの桑はじめというものがいつ行われたかということが一つ課題になりましてこれ4月19日の朝日朝野雪長の書状というのにえー、っと「御縄張り御桑はじめにつき」 暇をとということであの手紙の返事が遅れたのは、えー、縄張りと桑始めがとても忙しかったんで時間がなかったんだよと言ってるこの手紙は4月19日なんですねだから桑始めっていうのはあのこの4月19日の頃であって。 やっぱり手紙を書けなかったと言ってる以上は、それまでまあ、書けるようになったんだから、桑始めは終わってるというふうに考えると、4月19日に桑入れ式が終わっていると。これは、あの、先ほど言った堀川なんか、あの、二番丁場なので、そっちの桑始めとは違ってて、えー、名古屋城本丸二の丸の桑始めだと思うんだけど、それが4月のまあ中旬には行われていると考える。 そ,してそうすると、この4月18日の,あの帳簿割とは違う割合を書いている資料が、これあの年はないけど、4月18日なので、桑はじめぎりぎりなんて、桑はじめ、帳簿割とは違う配置が書いてあるというのは、相当不自然ではないかということを私はまあ思って、職場の中でも議論はしているわけですけど。 その根拠としてこの4月18日の方に出てくる二人の人物ですね生駒讃の守とそれから山之内利下守の動向を注目したわけですけど生駒の当主生駒讃岐守一正という人物はこの年の3月18日に死んでおります。 それで、その調和割図の方を見ますとあのいい、まあ、あの、この調和割図っていうのは後で説明があると思いますが、それぞれの,あの不審奉行が、この自分の調和を示したこの図に、あの、顔を描いているわけですね。私たちは承知しましたよという顔を描いて、それは二人描いてるんですよ。どの藩も、あの、金森長知かはちょっと別なんだけど、 生駒モアの家中はそれを書いてないし、その、不審奉行の名前も、あの、何箇所もあるんだけど、一人しか書いてなくて、生駒モ家に関しては非常に情報が希薄ですよ。当人たちがいないっていうことがわかるので、これは藩主が死んだんで、葬儀があって国元に帰っていて、その期間にこれが作られているだろうというのは私の想定です。それから、こちらの4月18日の方では、 あのー、山之内津島守っていうふうに出てくるんだけどこの人物は3月の10月初めの段階ですでに松平土佐守という、あのー、市政が名字をとと徳川家に一番近い松平と苗名字をもらってえ津島の守は自分の国元の、えー、土佐の、まあ、領主で土佐守という名前になって,て。 4月18日というとそれより1か月半経っているので、まあ、やっぱり有筆が書いているわけですね、まあ、一般庶民があの口頭でしゃべっているのは間違えることはあるかもしれないけど、まあ、有筆というのは初期係ですから、まあ、そういったには厳格だったのではないかとすると4月18日までそういうふうに使っているのはちょっと遅すぎるとでつまりこれはあの4月18日は前年、慶長14年のものではないかと。 いうことになる。これは時間があれば、まあ、多分議論の対象になると思うので、でもうすでに45分まで行ってしまったので、そちらの方にお話は譲りたいと思います。えー、その後、その関係で資料を挙げておりますが、えー、6月3日になって、年始置き、これはいろんな資料に書いてあるんだけど、6月20日になって、あの加藤清正が、 あの徳川家康が国印のお礼状もう本丸が入ればでき喜びをお示しめしそろうと書いてあるんで額面通り取ると17日間でお城天守を作ったというこうこれはいくらなんでも早すぎるんですねそれであの細川家の資料を見てると当初は5月1日に年始置きの予定で作業しているとそれが途中段階で5月の今月中には年始置きをするぞと結果的に6月3日になるんだけど たぶんすでにもう5月1日に年書ができるように準備していたとすると天使は他の大名は入らないので自分たちでできるんで天使に関する年書書は5月の段階でできたんじゃないかなとそうすると1月ちょっと余裕があるんで、まあ、6月の20日に家康からお礼をもらってもおかしくないなというふうに考えております最終的に天使ができるのは9月15日あ天使本丸ができるのは 9月え、まあこの時全体ができただろうと。で料を見ると天守に鞘石垣を納めそれから水たたきを作って完成だというふうに書いてあってこの鞘石垣水たたきってどういうものかわからないんだけど、まあ、今のところ調べた関係資料をここに挙げてあるので時間があれば説明いたします。でさらにあの天守の工事は慶長17年の 6, 6月ということで、まあ、2年近く間を置くんですけど。 まあ、なんでこんなに開かっていうと天守はすごい盛り土をしておりあんな高さの盛り土をしてるんで当然あの地面が安定沈んで安定するまでに、まあ、それぐらいの時間がかかったということでやはりあの名古屋城天守のまあ築造っていうのは非常に合理的なんだけどあと1点,点です、ね、あの不審長場割りの図面ですと天守と御更丸は地続,地続きになってるんだけどそれは変更になって掘割りになっております。 おふけ丸から天守に行くときにあの天守台のあの石垣があって上に天守があったらそこを越えて人が行くわけにないんであそこの間はりにする必要はなかったんだけどやっぱりあ,あんまり近づけないようにっていう配慮があって掘りを掘るそれは相当無理な工事だったと思われてその分天守に対してはまあ最新の配慮をした 工事が行われていくその後痕跡はいろんなところに残っていると思うのでまたもし時間があればご紹介いたします私の持ち時間はちょっと過ぎましたのでこれまた残りは議論の中で紹介していきたいと思います